ボンジュー、セ・ジュンイチ・マスダ・ドゥ・ゲームリーク・サバ、こんにちは、ゲームリークの増田です。2013年10月12日、ポケモン X、ポケモン Y が世界で発売されます。ポケモンの歴史上初めて、世界で同時に発売されますので、世界中の皆さんがポケモンバトルやポケモン交換を、同時に楽しむことができます。そんな姿を思い浮かべながら今からワクワクしている増田です。今回の舞台、カロス地方、実はフランスがモチーフです。まずゲームのテーマ考えたんですけども、美しさにしようと決めました。そのテーマに合った場所はどこだろうと考えたのですが、一つの国が思い浮かびました。世界一観光客が多いと言われる国、ファッションでも有名な国、料理、盛り付けがすごい美しい国、言葉の美しさにこだわっている国、そう、それがフランスだったんです。ちなみにカロス地方というのは古典ギリシャ語の美から命名しています。フランスに初めて行ったのは2000年、ポケモン映画の第一作目が公開された時です。それから10年、2010年にポケモンブラック、ポケモンホワイトが、終わってから、プロジェクトが終了してから1ヶ月間、フランスを個人旅行しました。パリはもちろんのことながら、アビニオン、アルル、マルセイユ、ニース、エズ、他にも、モンサンミシェルや、ベルサイユ宮殿、ロアール地方のお城なども見ました。見るものすべてが美しかったのを覚えています。そして2011年に今度はゲームフリークのスタッフとともに本格的にフランス取材に行きました。カロス地方の中心になる町、ミアレシティ、ここはパリを参考にしました。当然スタッフとは念入りに取材しました。やっぱりフランスといったらパリかなと、随所にパリらしい要素も組み込んでいます。でも参考にしたのは当然パリだけではないんですよ。リヨンとかランスも参考にしています。カロス地方をよく見てみてください。左の奥の方を見てみましょう。石みたいなものが並んでいますよね。これカルナック遺跡からアイデアをもらっています。日本で調べてもカルナック遺跡の情報はなかなか集まらなかったので、ガイドの方にも加わってもらって現地を念入りに取材しました。リサーチトリップではゲームをローカライズしているフランス人のメンバーにも同行してもらいました。ですので言葉の問題はなかったのですが、途中何度かゲームリークの増田さんですかと声をかけられて、まずい、フランスがモチーフだとバレてしまうと思いドキドキしたのを覚えてます。こうしてカロス地方は、フランスをモチーフとして作っているんですけども、あくまで、モチーフですのでフランスそのものではなく、ゲームリークが作り上げた、新しい世界になっています。カロス地方、楽しみにしていてください。そのカロス地方にはたくさんの新しいポケモンが登場します。今まで公開されたポケモンは20体。せっかくなんでここで1体発表してみたいと思います。日本名はひとつきと言います。このポケモン鋼ゴーストタイプで、人が使っていた剣に、古代の魂が宿ったという設定なんです。ではでは、あと発売まで3ヶ月ちょっと、10月に発売された時、皆さん自身で XI の楽しみを発見してもらいたいので、私の方であまり中身をばらさないようにここまでにしたいと思います。首を長くしてお待ちください。あ、そうそう、忘れないように最後にプッシュしたいものがあります。ポケレクレ、ゲームリークとしてかなりしっかりと作り込んだ内容の一つになっていますので、すっごい楽しみにしててください。私はピカチュウをおにょごにょ可愛がるのをとっても気に入っています。では皆さん、
Over.